こちらが織田信長を祀る神社の本殿ですね。なんか柵がすごい柵になってますけど。こちらのいわれは、信長が死んだ後に秀吉がこの全体を買い取ってお寺を建てようとしたんだけど建たなくて、その後幕府が買い取って明治政府